ので、ちょっと私の話をちょっとして、ちょっと Wi-Fi 切ったので Wi-Fi 切りましたので、多分復活していると思いますが、和食麺処相模さんの YouTube のちょっとこれお身近に Wi-Fi 切ったので、お身近にします、お身近にね Wi-Fi 切ったので3分ぐらいでパッと話して終わろうと思います。そう、和食麺処相模さんの YouTube の動画配信、あの配信を1万回目指していたりとか、大富豪が明日から始まったりとか、握手会の受付も始まってたりとか、たくさんね、いろんなファンの方に頑張ってもらわなきゃいけないこともあると思うんですけど、だからすごいね、ちょっとね、3個も重なっちゃって申し訳ないなって思ってて、正直大富豪に関してはちょっと なんだろうな、自分的にもこう今回の立候補が正しいとは思ってないから、ちょっと、申し訳ないと思ってるんですが、でも無理はなさらずしたいなと思います。でも私は大人の人から選んでもらったことがないから、ファンの人に選んでもらうしか方法がないので、頑張れるところは頑張っていきたいなって思います。全部ね、気を抜かず。だから来年からはちょっとね、今年もね、今、メルブロセブンっていうさ、メールとかブログとかをなんか今表彰されてると思うんですけど、公式サイトで SK48 の公式サイトでっていうと思うんですけど、メールもね、本当私がねダメなんですけど、本当にね、いっぱいいっぱいになっちゃう時には本当にいっぱいいっぱいになっちゃって、アンダーの練習とか公演の練習とかですごいね取れない時はメールがね本当に全然送れない、一通とかの時もあったから、来年はねちょっとどんなに忙しくても毎日送って、来年はねまだ全部発表されてるわけじゃないんですけど、メルブロセブンもね、でもね入れるようにね、まだ1位が誰か分かんないですけど、でも1位はね多分毎日送った記憶がないのでね、あると思うんですけど、来年はね全部のことをもっとね、とりあえず今年はまあショールームも毎日続けたし、もらったお仕事はねどれもすごい必死で頑張ったなって思うので、全部もらったチャンスは全部掴んでいけるように、ゼロポジションでもねチャンスを掴めたし、ショールームでカープのことをたくさん配信なんかアピールしたことによって新聞のお仕事がもらえたりとか、和食麺処相模さんに出していただいただけで嬉しいのに、再生回数がきっかけでたくさんね注目してツイートしてくださって、ツイッターのない私に代わってたくさんありがとうございますって言ってくださって、それで私のことを知ってくださってる方もいて、そうショールームもなんだろう、夜だけじゃなくて公演を見て私のことを好きになったよっていう人もいれば、それこそさっきみたいになんか本当にすっぴんで朝の寝起きの感じがなんか素朴で好きでしたって、そこでどこでねチャンスが転がってるかわからないので、本当だからちょっとでもね落ちてるチャンスは掴んでいけるようになりたいなって思っているので、すごいなんか一緒に頑張ってほしいなって思います。なのでね、明日から大富豪もあるんですけど、2ヶ月間だし、大富豪に関しては私もなんかすごいなんかあんま言えないですね。すごい今年はパッションフォーユー頑張っていただいた感もあるので何とも言えないんですけど、でもそういう気持ちでいますっていうことはしていてほしいなって思います。はいです。でふっぴさんはとりあえずパフォーマンスもね頑張るんですけど、応援してほしいなと思います。ということで明日も頑張ります。ランキング読みます。13番男、12番イノ、11番ジャンマーサー、10番ボル、9番大阪ひろし、8番リョーゴ45、7番ショータッピー、6番山かわいいふじさん、5番平野先生、今日の4番はひろさんです。クキン。3番おにしさん、2番みつくんとマークヒピヨシ、1番金曜パチさんです。ありがとうございます。ちょっと Wi-Fi 切っちゃったので手短に終わろうと思います。ギフトを投げてくださった方、コメントくださった方ありがとうございました。3277人の方ありがとうございました。明日は年越しと9期生1周年なので一緒にお祝いしてほしいなと思います。
明日もショールームの配信をします。明日はねもちろん公演があるので夜までに1回やりますのでお願いします。はい、ということでありがとうございました。3277人の方ありがとう。良いお年を。